カワとは Java で書かれたフレームワークであり、スキームというプログラミング言語を実装し、他の言語も実装することもできる。GNU プロジェクトの一部である。名はポーランド語でコーヒーのことをカワと呼ぶことに由来する。Java の名もコーヒーに由来していることに関連する。スキーム以外でも以下のコードで Java のオブジェクトフィールドやメソッドにアクセスすることができる。これは Java メソッドを起動するもので Java におけるオブジェクト、メソッドと同じ動作をする。また、以下の入力でオブジェクトのフィールドにアクセスすることができる。オブジェクト、フィールドネーム、もしくは InvokeStatic というファンクションでスタティックメソッドを起動することもできる。c a a と他の Java 仮想マシンインプリメンテーションを組み合わせるなどで c a a は Java コードを使って拡張することも可能である。GNU, Linux にて Kava を実行させるには、以下のように入力する e x エクスポートクラスパス、イコールドルクラスパス、パス、2、ー、Kava, Kava, Java, Java, Kava, Repl. スキームのファイルを Java クラスファイルにコンパイルするときは、C パラメータを使用する。Java, Kava, Repl Main, C ファイル、SCM。これによって、 Java ファイルをタイピングすることで実行できるファイル、クラスを生成する。またアップレットやサーブレット、ありがとうございます。